イェルネー・ダミアンは、スロベニア、リブラナ出身の元スキージャンプ選手である。2004年に1月10日にワールドカップリベレッツ大会1日目で、本戦にデビューし43位となり、2日目に27位で、ポイントを獲得、シーズン総合では55位であった。2004、レ5シーズンは、世界選手権オスロ大会の代表となり、個人ノーマルヒル6位、個人ラージヒル13位、 団体ノーマルヒルでは、プリモジュペテルカ、ロクベンコビッチ、ユーレボガタイともに、銅メダルを獲得し、団体ラージヒルでも4位と活躍した。このシーズンのワールドカップ総合は15位だった。2005、06シーズンのトリノオリンピックでは、個人ノーマルヒル35位、個人ラージヒル28位、団体戦10位に終わった。2006、07シーズンは、 ワールドカップビリンゲン大会で3位となり初の表彰台を獲得し、プラニツァ大会1日目でも3位となり、総合23位であった。2007-08シーズンはワールドカップビリンゲン大会で2位となるなどし、総合15位であった。2度目のオリンピックとなる2010年、バンクーバーオリンピックでは、個人ノーマルヒル38位、個人ラージヒル33位に終わった。 スロベニア選手権では2009年に3位、2010年に2位となっている。2010、11シーズンの世界選手権、オスロ大会では、団体ラージヒルで、ペテル・プレブツ、ユーリ・テッペシュ、ロベルト・クラニエッツと共に、銅メダルを獲得した。2011、12シーズンは、ワールドカップは10位が最高で、総合33位。フライング世界選手権では、個人は、 予選普通科であったが、団体で銅メダルのメンバーとなった。2012、13シーズンは不調で、ワールドカップポイントを獲得できなかった。2013、14シーズンは、序盤は、ワールドカップポイントを獲得できなかったが、札幌大会で1日目に2日目に初優勝、続いて行われた、ビリンゲン大会1日目で3位と活躍し、総合13位となりこれが、 競技生活では最高の順位であった。ソチオリンピックでは、個人ノーマルヒル9位、個人ラージヒル17位、団体ラージヒル5位のメンバーとなった。2014、15シーズンは、ワールドカップエンゲルベルク大会の3位が最高で、総合14位であった。世界選手権ハールン大会では、個人ノーマルヒル23位、個人ラージヒル25位、団体ラージヒル6位であった。 2015-16シーズンは主にコンチネンタルカップに出場した。2016-17シーズンはワールドカップでは13位が最高で総合28位であった。世界選手権ラハティ大会では個人ノーマルヒル32位、個人ラージヒル21位、団体ラージヒル5位であった。2017-18シーズンはワールドカップルカ大会で2度目の優勝を果たし、 総合17位であった。ピョンチャンオリンピックでは、個人ノーマルヒル28位、個人ラージヒル16位、団体ラージヒル5位のメンバーとなった。フライング選手権オーベルストドルフ大会では、個人15位、団体銀メダルのメンバーとなった。2018、19シーズンは、ワールドカップは19位が最高で、予選を通過できないことも多く総合46位であった。世界選手権、 ゼーフェルト大会では、個人ノーマルヒル11位であった。2021年5月、引退を発表した。ありがとうございます。